って体験してきてもいい？行ってくるね。はい、どうもポンポンです。やってきました、お酒解禁日。何杯飲んでも100円やで。これがハッピーアワー。これ全部100円ですか？そうですね、月曜日から金曜日までは100円で、はい、じゃあジムビームハイボールお願いします。はい、はい、下調べしててこれを食べたいなと思ってたんですけど、あ、めっちゃすいません、めっちゃ一人で喋るんですけど。答えた方がいいですか？あー、そうですよね、困りますよね。たまに答えていただけると嬉しいです。ありがとうございます。こちらお通しですね。あー、かわいいお通し。ミニトマトのリンゴのシロップ漬けです。甘くてさっぱりしてます。あー、いいですね、今の季節にぴったり。スカット一杯目。今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。お通しいただこう。これね、トマトの皮むくのっていちいちめんどくさいですよね。仕事が細かい。さっぱり。うわー、おいしい。さっぱりなんですけど、トマトの甘みが、フルーツトマトみたい。これをハイボールで割っても美味しそうな。こちらハラミ節ですね。ありがとうございます。甘辛いタラにつけてるんで、ちょっとな、外カリッと中ジューって感じな。お酒によく合うと思う。おー、うーん、ほんまに外カリッ、中ジュワ。この外カリ中ジュワになる、作る工程の秘訣があるんですか？大きいことはトーンスターチっていうちょっとトウモロコシの粉を使って、それをまとわせてるんで、ちょっと外カリってなる衣をつけてるんで、粉にもちょっとハーブも入れて味付けしてるんで、ちょっと味も失敗するので、うんうん、お酒を進ませますね。すいません、一人で食べて飲むだけとか言ってるのにめっちゃ絡んですいません。いや、いつも撮影許可を取るとき直談判か事前に電話することが多いんですけど、今日は営業時間がわからなかったんで電話してから聞いたんですよ。それで、あの、食べて飲む動画なんですけどって言って許可をいただいたのに。噛めば噛むほど味が出る。うちの動画みたいな、見れば見るほど味が出る。待って、2杯目何にしよう。店長さん、ちなみにこれは何ですか？これが、はい、コミのスパイスジン。今おすすめで押してるんですけど、6種類あるんですけど、すっきりしてるんで、割り方もソーダ割りとトニックウォーターがあるんですけど、うん、ソーダはすっきり飲みたい人で、でトニックちょっと甘い炭酸になってるんで、はい、1回飲んで、はい、で何種類か試すかな、もう一度。これ店長さん自家製の。はい。今風ちょっとまた引いてて、はい、喉にいいやつってありますか？喉にいいんだったら、このジンジャーとかはやっぱり、あの、生姜とか、いいですね。アイスジンジャー。ありがとうございます。では2杯目やってきました。喉にいいスパイスジンジャートニック割り、税込み480円なのに平日の6時までに来たら100円でいただける。あー、美味しい。胡椒とか唐辛子が入ってるのに、なんで甘くなんのやろ。あ、風が持ってきたわ。ライボリーチキンジンですね。ありがとうございます。この赤いパウダーが結構癖になって美味しいんで、うわ、毛沢東スパイスみたいな。そうですね。ね、うわ、美味しそう。スパイシーな感じなんで。ありがとうございます。そのジンジンより美味しそう、合うと思います。あ、さすが、おすすめ、お上手で。ありがとうございます。あ、こうやってね、持ちやすいタイプの。うわ、スパイスめっちゃかかってますよ。ずっと感じること、店内 BGM がめっちゃ世代。うーわ、ジュニアも外カリ、中ジュワなんですけど、身の部分がめっちゃ多くて、食べ応え抜群。スパイスだけでもお酒いけそう。はい、じゃあお次は
あー昆布が水遊びしてるで。失礼します。こちらよだれ鶏ですね。はい、ありがとうございます。胸肉をちょっと低温でゆっくり調理してるんで、胸肉も結構しっかり火入ってて美味しい。じっくり時間をかけて、しっかり弾力もある。3杯目も乾杯。肉味噌ですね。肉味噌、わあ美味しそう。甜麺醤使って甘い肉味噌になってる。いやー美味しそう。ごま風味の中にちょっと辛みもあって。ごまのまろやかが麺に絡みつく。こちらのアイボリーさんは天王寺のアポロビルと、あと大阪駅前第一ビルにもあるらしくて、お仕事帰りどっちも揺れるお店だと思います。店内はカウンターとテーブルが3席あります。本日は大阪天王寺阿倍野の駅から地下直結で行けるアポロビルの中にある鳥酒場天王寺アイボリーさん行ってきました。あれだけ食べ飲みしたのにお会計税込み2390円、やばない。平日は15時から営業で18時まではハッピーアワーということで、こちらのドリンクが100円でいただけます。あても90円から用意されてて、しかも一品一品クオリティが高いんですよ。ぜひ鳥好きの方、酒好きの方、皆様鳥酒場天王寺アブリさん行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。100円アルコール、そしてあても美味しそうやったやん、最高やんと思ってくださった方は、グッドボタンやチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。グルメと言っていいのか、酒飲みと言っていいのか。